やってまいりましたね。木曜日、暑い木曜日がやってまいりました。いや、普段はですね、最近はeフットボール炎上系取り上げ系 YouTuber としてね、まあ活躍してたわけですけれども、今日はですね、シンプルにこの熱いガチャを楽しみたいと思います。そう、来ました、ルンメリゲです。いやー、来ちゃったね、ルンメニゲ。まあ、これね、ウイレーやってる方だったらご存知かと思うんですけれども、もう最強です。もうね、e フットボール、ウイニングイレブンで、まあ最強のね、フォワード誰かって言われると、まあ、ほとんどの人がね、ルンメニゲって言うんじゃないですかね。まあ、ムバッペとかもね、もう最強フォワードの一角ではあるんですけど、まあね、最強フォワードのね、一角として、もう間違いない選手ですよ、ルンメニゲ。そして見てください、この能力。まだレベル1でこれですよ。おー。確実に強くなるでしょ、これ。やばいっすね。でもまあ、お詫びね、いろいろ来たわけですけれどもね。まあ、連日ね、いろいろ動画出しておりますが、星5もね、来ました。で、昨日も動画でお伝えしたんですけれども、星5の指名契約で取れる、セリエ A とかが含まれたブレイクアウトスターズは、残り1日と17時間ということで、これもう取っちゃうか、今。うん、で、まあね、その更新されて、ホーランドとかがね、また出るかどうかわからないんでね、ちょっと動けないんですけど、まあ確実に言えるのは、イブラヒモビッチ、メニャン、この選手はね、カンドレバ、うん、がいなくなると。はい。まあなのでね、この辺の選手を取っておきたいって人は、早めに取った方がいいですよっていう感じですね。はい。まあ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 、とりあえずね、プレステ版はね、ルンメニゲンもマテウスもまあ初登場ですけど、アプリ版はデミチェリスって、てか、初登場だよね、デミチェリス。どうなんでしょうね。あ、身長はあんまり高くないね。あー。レベル13まで上がると。わかんないけど、身長的に、もうなんかセンターバックはちょっとあんまりなーって感じはしますね。まあまあまあ、とりあえずね、3人ゲットしていきましょう。で、他のね、スタンダード選手もめちゃくちゃ強いですよね、これ。結構、まあ、無課金だとね、そもそもコイン配布がないんであれですけど、微課金でもまあまあ引いていいんじゃないかなって思えるようなガチャですね。はい、ということで、とりあえずコンプリートして、今日は、もうこの3人をね、レベルマックスにして、ちょっとね、能力を見ていくという感じで、試合はね、また後日という感じでいきたいと思います。まあ、動画化するかわかんないけど。とりあえず、引いていきましょう。100連しました。はい。はい、100連して、今現在出たのがですね、いないな、だいぶなんか外ゴロゴロ行ってるけど、俺もかなりあれですよ、今雷が、はい、落ちそうですよ、俺の気持ちも今、コナミさん、なあ、やってんのかこれ、なあ、おかしいだろ、100連して、レジェンダリーゼロ、おぉ、まさか、ちょっと、底引きないよね、いいよ、フラグとかじゃなくて。やめろよ。もうシンプルにトントントンって引いてね。頼むよ。じゃあ、続き引いていきます。あー、やっと来たー。おい、もう、まあ、誰来ても一緒だけども、とりあえずルンメニゲを確保したい、早く。頼む、ルンメニゲ、ルンメニゲ、ルンメニゲ。おー、誰だ、ルンメニゲ来たー、来ました、おーい、かっこいい。いやー、もうでも100円以上かかっとるんよな、まあ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 、こっからね、とりあえず10連、残り10連とかまでいかなければいいや、許そう、それは許す、オッケーオッケーオッケー、とりあえずナイス。あー、来たー、2人目、オッケー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 。さあ、マテウスがいいかな。まあでも、関係ねえか、どっちも。でもさ、なんかマテウスもかなり能力強そう。あ、マテウスっぽい。おーい、もうなんか撤退でもいいけどね。多分ね、ディミチェリスだっけ、わー、多分ね、ガチスカ残んないと思うんだよな。マテウスは絶対残る、強いと思う。いやー、ナイスナイスナイス。はー、早く能力上げてー。わー、来たー、やっと来たー、おっせー。いやー、もう100、あれ140連ぐらいだよな。おい、もう遅すぎるて。
デミチェリスさん。ねえ。いや、でも実際ね、どうなんだろうな。ボランチの位置だったらなんかワンチャンって感じだけどね、現状あの、ね、ポジション変更アイテムとかはないので、いや、センターバックではな、なんかきつい気がするんだけど、どうなんでしょう。ちょっと一応レベルマックスにはしてみます。はい。ということで、一旦カット。はい、デミチェリスね、こんな感じになりました。まあ、ディフェンス能力高いけどね。いやー、身長もね、含めるとちょっと厳しいような気もする。スピード瞬発もね、そんなにだし。まあ、ガチ使わないかな。まあまあまあ、そこそこ強いって感じかな。あの、ライブアップで P だし。オッケー、一応こんな感じでいきましょう。あ、で、チームスタイルのショートカウンターに1だけ振りました。はい。ということで、ポイント確定。はい、ということでね、マテウスもレベルマックスにしました。どうでしょう、こんな感じで。ちょっとね、悩んだんですけど、まあ、中盤の位置で、ボックスでボックスかな。なので、まあ、バランスよく、一応ちょっと能力を上げてみたんですけど、強くないっすか、これ。めちゃくちゃ強い。でね、チームスタイルの方には2振りました。いや、強いと思うけどな、かなり。おー、マテウス多分残るぞ、ガチっすか、これ。いや、普通に強い。オッケー、これでポイント確定します。オッケー。さあ、ということで、ルンメニゲレベルマックス、こんな感じになりました。チームスタイルの方には振らずに、パラメータ全振りお任せで96です。まあ、どうするこれ。本当はよ。本当は理想言うなれば、この辺ちょっとドリブルね、80超えてるんで落として、この辺を2つ上げてね、オフェンスセンス瞬発を90台に乗せる感じがね、俺的には好きなんですけど、でも見栄え、見栄え的には、なんか総合値99とかってなってた方がかっこいいよね。どうしよう。まあ、でも能力的にはこっちなんで、やっぱこっちにしようかな。ドリブルね、俺そんなにやっぱ得意じゃないので、まあ、やっぱりね、瞬発とか、もうこのオフェンスセンスでぶち破るみたいな。そんなか、これでいこうかな。これでいきたいと思います。でも、総合値96でも、あ、でもワンチャン100届くかな。ちょっと気になるなぁ。どうしよう。いいか。もう、これでいくか。お任せの方でいくわ。ワンチャン100届くこともあるんで。ロマーリオとかね、4上がりなんですよ。チームスタイル100にぶち込むと。まあ、ちょっとこれもある、それもあるので、ちょっとワンチャンにかけて。はい、これでいきましょう。はい、ドン。確定。さあ、総合値100に届くのか否か。さあ、見ていきましょう、最後ね。いや、俺ね、ちょっと自分の理想の能力を捨ててでも、総合値のね、見栄えの方に振ったからね。これ見て、ロマーリオね、ほら。総合値94、右下がね、94ってなってるんですけど、98じゃないですか。ということは、ルンメニゲも置くと99。待て。これを、なんと、ST にすると、ドン!オフェ戦瞬発上げとけばよかったー。